大きな都に行けば気候家と連絡が取れるかもしれない。そう考えた俺は王都へ行くことにした。そのためにはこの世界をよく知る友情の協力が必要だ。だが彼はギガシダーを刻む天職のため村から離れることができない。どうにかしてあの木を倒さなければ。そんな中勇者は6年前に連れ去られたアリスのことを語り始める。次回ソードアートオンラインアリシゼーション第3話果ての山脈。